アジア予選第2試合、日本対オーストラリア。韓国を下し波に乗りたかった日本ですが、エースストライカー高円寺の欠場が戦局にどのように影響してくるのか。みんな、俺たちは日本代表だ。どんな困難があろうと勝ち抜いていける力を持っているはずだ。いいかみんな、勝つぞ。はい。いいですね。高円寺君は離脱してしまいましたが、チームの士気は高まっていますね。今回はオーストラリアのチームの情報がなくて、どんなチームなのかドキドキですね。 FFI 前となると国によっては自国のチームの情報を規制しますからね。稀に間違ったチーム個性を触れ込む国もある。勝つには正確な情報が必要だ。日本チーム気合が入っているようだ。それに対するオーストラリアは太陽のサタンという意味を持っていることが判明しました。これは一体どういう意味なんでしょう。太陽のサタン、つまり光を恐れない悪魔というわけか。引き込んでやろう。闇以上に深い邪悪な光の中に。さあ、日本対オーストラリア、間もなくキックオフです。お前は御堂院という闇によって駆り立てられ、稲森という光によって導かれた。お前にとっての次なる光は海の向こうにあるのかもしれないな。キド、俺にとってはあんただって光だぜ。眩しすぎるくらいのな。今日はどんな試合になるのでしょうか。さあ、両チームポジションについたようです。これがオーストラリアか。ぶっ倒す。ゴーエンジさんの分までやってやる。アスト、何ミスミス敵にボールを渡してるんだ。俺がらしくないな。真面目にやってくれよ。はい。ここから先は通さないよ。ほう、アイスランド。どうした。おかしいよ。ビデオで見た特徴と違う気がする。ああ、一星が持ってきたのはガセネタか。確かに全然違うでごしゅ。体で当たってくるチームのはずだろう。これじゃ全く真逆だぜ。ハマっていますね。当然だ。こちら側の策には情報規制を敷いてある。闇雲に我々に立ち向かっても奈落の底に落ちるのみだ。
相手の持ち味を殺すトリックプレイが得意なオーストラリアを今の日本が攻略できるかしら。情報規制の中オーストラリアの情報を手に入れている君は一体全体何者なんだい。通りすがりの美少女よ。日本などは眼中にない。我々の術中に落とし葬るまでだ。はい、もちろんですよサタン様。アジア大会など我らの通過点に過ぎませぬ。我らが目指すは世界という太陽のもと。お前は熱苦しいな。熱くなって何が悪い。まあいい。それより噂の超機運は我々の戦術にどこまで対応できるのかな。どこからでも来い。タイムトランス！わっ！クジン！雷神！日本の守護神遠藤守がいとも簡単にゴールを奪われた。遠藤さんの技タイミングが完全にずれてた。なんで遠藤さんがあんなミスを。いや、何かがおかしい。オーストラリアには何かある。確かに、さっきもいつの間にかボールを取られてたんだ。俺にも敵が瞬間移動したように見えた。俺も見ました。敵はどんな手を使ってるんだ。本当に敵は悪魔なのか。はっ、どうでもいい。こうなれ悪魔より神が上だってことを見せてやるぜ。間近の悪魔も超えられていないお前がか。だとは。攻めるぞ。サタン様、不甲斐ないですな。無礼だぞ、猿。必殺タクティクス、インジベル。消えた。バカな。何なんだこのタクティクスは。タイムトランス。こっ、クジン、雷神。ゴール。なんとオーストラリア追加点。日本2点のビハインド。また、なんでボールが止まるんだ。エンド、まるで悪魔に見入られたかのようだ。一体どうなってやがるんだ。フィールドの悪魔が悪魔に見入られてちゃせわれえな。うるせえ、お前だって見えてねえだろうがよ。あの瞬間、ヒロトのイレギュラーなプレーのせいで相手からボールを奪えた。ヒロトの行動が何らかの仕掛けの邪魔をしたということか。うん、多分。確かに瞬間移動などありえない。きっと何かからくりがあるはずだ。どうした風丸。おかしいと思わないか、ベンチや観客の反応。ああ、俺も妙だと思っていた。確かに、もし敵やボールが消えているならもっと驚く反応があるはずだ。しかし観客も実況も俺たちが普通にボールを取られたと思っている。どういうことですか。お前ら分かるように言え。敵の瞬間移動を見ているのはおそらくフィールドにいる俺たちだけだ。え、見えない敵との戦いか。面白くなってきたじゃないか。そうだな。
日本、完全にオーストラリアのプレイに翻弄されているぞ。今日の日本は何かぼーっとしているようにも見えるが、一体どうしてしまったんだ。どうしたらいいんですか。大ピンチですよ。そうですね、困りましたね。あ、ああ、あなたは。ライモン夏美です。強化委員として海外チームの調査をしていました。お土産です。ありがとうございます。おお、これは何か起きそうですね。ええ。夏美さん、いつ帰ってきたんですか。ご無沙汰しています。おお、あなたが。でもあなたは本戦からの合流のはずでは。ええ、マネージャーで強化委員のライモン夏美か。意外と可愛いな。おい、ちょっと。オーストラリアは情報規制型のチーム。日本では彼らのチーム個性は知られていないですが、私は彼らの能力を把握しています。なんと。あ、三色団子。海外に行ってたんだよな。来る途中に買ってきましたが、何か。いや、それお土産って言わないんじゃ。では夏美さん、聞かせてください。彼らの能力を。あなたは。衛星学園の木山達也です。そう。なんでこいつにだけ名前を聞く。な、何。キドウさん、敵選手の手の動き。ああ、ただの威嚇動作だと思っていたが、あれには何かありそうだな。はい。でも悪魔の力だとしたら、なすすべなしですよね。悪魔の力など存在しない。監督、キドウ君たちに目を閉じるように伝えてください。おお、目を閉じるのですか。夏美さん、そんなことをしたらプレイできませんよ。できます、彼らなら。ほう、いいでしょう。目を閉じて、中。顔文字を読むな。夏美、帰ってきたのか。おほ、夏美か。そうか、そういうことか。ああ、みんな聞いてくれ。敵が妙な手の動きを見せたらすぐに目を閉じるんだ。目を閉じて耳と気配だけで動くんだ。どういうことですか。おいおい、目つぶってプレイできるわけねえだろ。いえ、そうとも言い切れませんよ。何。優秀なサッカー選手は耳と気配から周りの状況を把握していると言います。視覚はプレイをするための情報の一つに過ぎないんです。目を使わなくてもサッカーはできます。ブラインドサッカーという競技だってあるくらいですから。目を使わずにサッカーをやるだと。よし。気配を感じろ。音を聞き逃すな。オーストラリアの選手が使っている能力はヒプノシス、一種の催眠術よ。催眠術？敵は左右の手の動きによるヒプノシス効果によって暗示をかけているのよ。それによって間違った視覚を植え付けている。目を閉じることでヒプノシスの催眠効果をガードできる。行くぞ。はい。必殺タクティクス銃とこう。いける。キドウさん。オーバーヘッドペンギン。なに、パクった。でもペンギンの色が違うでゴシュ。ゴール入った。なんと機動が灰崎良平の18番オーバーヘッドペンギンを使った。なぜお前がその技を。弟子の技を師匠である俺が使って何が悪い。誰が弟子だ。それに
弟子から技をパクる師匠がいるかよ。とんだ絶対指導者だぜ。うわあ、奴ら俺たちのヒプノシスを見破ったか。落ち着くのです。アス、日本にも少しは切れる奴がいる。面白くなってきたじゃないですか。ここから巻き返すぞ。おう、みんな油断しないで。はい。儀式に移る。気をつけろ稲森。はい、だし。どこからやってやがる。しまった、食らうといい。タイムトラブル。技を出すタイミングが完全にずれているぞ。どうすればあれを止められるんだ。止められないのか、止める方法はないのか。いや、方法はある。絶対にある。まだ俺に見えていないだけだ。絶対に探し出してみせる。鏡を使っているのか。誰がやっているのかは特定できなかった。俺もだ。クソ、卑怯な手を使いやがって。たとえ目を閉じていても同じだろう。ゴーグルをしていても眩しさを感じた。あれは鏡ではなく一種のレーザーだ。レーザー光線だと。ああ、ユニフォームかスパイクかどこかに仕掛けを隠している可能性がある。でも機動さん、俺敵選手がいない方から光を当てられたような気がしたんです。どういうことでしょう。そろそろかな。迷える子羊はマロが迷うことなく地獄に送ってやるよ。どうした灰崎。一押しかもしれねえ。何、見たのか灰崎。お前が光を受けた時、一押しは不自然に立ち止まっていた。まるで光を当てる場所を調整するかのようにな。確かに一押しはこちらの戦士のフォーメーションをわざと狂わせるように動いている。あいつが裏切り者か。俺もそう睨んでいる。だが今は試合に集中だ。ここで前半終了です。なんと日本2点のビハインド。ここでその夢はついえるのか。日本にとっては試練だな。これくらいで潰れるなら世界にはいけない。厳しいね。通りすがりの美少女さんは。お前は故意に俺たちに不利なプレーをしている。何が目的だ。は？言いがかりですよ。これでも日本代表なんです。そんなことするわけないでしょう。それより気をつけてくださいよ。機動さんも豪炎寺さんのように試合中に怪我なんかしないように。一押し、貴様。監督、一押しを外してください。目的は分かりませんが、あいつは日本に不利なプレーを行っている可能性があります。ほう、証拠はあるんですか。監督なら見てれば分かったはずです。一押しの動きは明らかにおかしかった。一星君を外すことは無理ですね。なぜですか。なぜなら彼は国家友好親善大使なのです。国家友好親善大使、何ですかそれは。国同士の友好のために他の国で2年以上プレー経験がある選手を規定の時間出場させねばならないのです。第一試合で出さなかったため警告を受けていまして、この試合で外すと私の監督生命が危ぶまれてしまいますね。
しかしあいつはそれにつけ込んで。私にできることは何もありません。私にはね。おおイチオシは日本を負けさせたい何者かが送り込んだトロイの木馬だ。ゴーエンジの足をやったのもそいつらの計画的な犯行だと考えられる。それでどうするんだキド。俺はあいつを排除する。いよいよ始まるようですよ。何がですか。キドウ君の反撃ですよ。うわキドウさんは怪しい一星をマークする。一星、お前は何をしているんだ。次回イナズマイレブンオリオンの刻印、キドウの反撃。イナズマイレブン今日の格言。方法はある、絶対にある。まだ自分に見えてないだけだ。以上